宮下公園の敷地にショッピングモール、その横にホテルが建てられ、ショッピングモールの屋上に宮下公園が追いやられようとしている、この宮下公園整備事業なるものを即刻中止しなさい。中止して私たちと話し合いなさい。野宿の仲間に謝れ。野宿の仲間に謝れ。6月からもうそれで着工しちゃうわけなんです。宮下公園のショッピングモールとホテルがに向けて、例えば三菱であったり東電であったりというところに、まあ、いろんな企業でも申し入れ書を最低限は受け取るという対応はしているわけですよね。で特にこの宮下公園整備事業、つまり公共に関わる事業であって、渋谷区とも協定結んでやってる事業なのに、なぜそれすらできないのかというのを本当に疑問に思っています。公共空間の使い方としてありなのかと、しかももともと公園あった場所をそういうふうに作り変えるっていうことが、やっぱり金儲けのためというふうに私たちは解釈しています。